皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、岸田内閣の内閣改造が非常に波乱含みです。 特に木原政治し皆さん何が起きているのかご存知でしょうか文春法によってとんでもないことがわかりました。しかしマスコミは一切報道していません。それについても詳しく説明しますので、今回の人事はどうなっていくのかの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら、有敢富士の記事です。内閣改造9月中旬軸かと。 まあこれは当たり前です。というのは昨年8月10日に内閣改造と、 自民党の党役員人事を行っています。党役員の任期は1年となりますので、8月もしくは遅くとも9月には人事をしないといけません。そういった任期の関係で9月中旬軸というのは当然ということになります。しかし前回8月10日にやったように、お盆前に実施するというのも当然考えられます。岸田省はおそらく秋の解散を狙っていると思いますので、お盆で地元に帰った議員たちが、出世できたね、偉いねと。 そうやって票を集めることができます。なので、お盆前に行われる可能性もゼロではありません。しかし、お盆前の人事ですと、官僚たちがお盆休みを取れなくなります。そういう関係もあるので、お盆は関係のない9月中旬が軸かと、まあ、スケジュール的にこれが決となるでしょう。そして、人事刷新に注目。最大の焦点は、茂木敏充水氏のポスト、それと、文春法、木原誠一氏の処遇についてと、私はどちらかという とこの木原誠一氏がどうなるかと政権を揺るがすぐらいの文春法がありましたそれについては後ほど詳しく説明しますで現在ですね木原誠一氏の弁護士が報道各社に対して報道次第では刑事告訴も視野に入れますよとそういう通知を出したので非常にワイドショーネタなのに どこも報じていません。なのでもしかしてご存じない方の方が多いかもしれません。後ほど詳しく説明します。岸南予首相は8月から9月に内閣改造等役員人事を検討していると、そこで LGBT 法の接続案成立や、けじめを変えた日韓関係改善などから岩盤発想の自民党離れが指摘され、マイナンバーカードをめぐるトラブル続出も加わり、内閣支持率は下落をしています。 そこで問題を抱えた閣僚や準閣僚等幹部もおり、人事刷新で政権不要を格索しているようだが、政権運営や党内力学を考えると簡単ではないと。 そして政権クッション新中派とされる林芳正外相や、仙台未聞の文春法が直撃した木原誠治官房副長官、ポスト岸田を狙うモテギトシミス幹事長の処遇はどうなりそうか、高市さん内大臣の話題が出てきていませんね。小西文書問題の時は次の内閣改造でもう首だと言われていましたが、もうですね、この3人が濃すぎて、話題にすら上がってきませんね。しかし高市さんは逆にいいポジションに いると思います。そしてすでに長田町周辺では、内閣改造、党役員、尋常、賞味期限はごく短期だと厳しい声も出ていると。そりゃそうですよね。来年9月に自民党の総裁選があります。なので最長は1年です。しかしそれよりも短期になる可能性もあると言われています。そこで岸田省は7日、官邸で記者団に、先送りできない課題に一つ一つ正面から取り組み、答えを出す。 こうした基本的姿勢をこれからも大事にし判断すべきだ。今の時点で何も決めてないと。 人事についてはそういうふうに語られています。で、前回の人事は先ほどお伝えした通り昨年8月10日に行われております。ただ今年はマイナンバーをめぐる総点検の中間報告が8月上旬までかかり、下旬には訪米が予定されていると。そして9月の8日から7日は ASEAN 関連首脳会議があります。そして9日10日は G20 首脳会議、19日からは国連総会がありますよと。なので現時点では9月中旬軸、 つまり G20 が終わった9月11日から国連総会が始まる18日までその間にあるのではということになります。そこで最大の焦点はモテギ氏の処遇だと。そこでジャーナリストの鈴木哲夫氏は、モテ氏は選挙をめぐる調整不足。もうこの選挙調整というのは一番大きいのは東京選挙区です。自民党との信頼関係は地に落ちたと言われました。それは公明党の石井幹事長と怒鳴り合いの喧嘩をした。 のであとそういういいに言われていますそして、奈良県の地位選でも、荒井知事と平木少子が保守分裂の選挙を行ったと、さらに大阪の選挙区でも、モテギアと岸田の立候補者、つまり支部長、それ以外の派閥の支部長たちは更迭になって、公募を行うと、非常に不可解な調整が行われています。そして、公明党。 総科学会で選挙の調整を行っている佐藤博士と敬遠の中だと、そこでスムーズな連携ができていないと、これは岸田政権のガバナンスの危機の一因ともされています。岸田省も理解しているだろうが、茂木氏が納得する重要ポストを用意できるかが問題だ。これによって玉突き式に人事が固まると語ると、茂木氏は幹事長続投を希望しているとも言われています。しかし、林義正氏をどうするかによって、外務大臣に返り咲くパターンも あるかもしれませんそして、ポスト岸田を狙うモテイ氏は、岸田と麻生派と共に岸田政権を支える主流派、モテイアの領収、会長であると、すでに外相や経産省、等政調会長などを歴任しています。財務大臣と防衛大臣はまだです。そこで鈴木氏は、モテイ氏のポストとして財務省が候補に上がるが、岸田省としては現在の鈴木俊一財務省麻生派、 自身のいとこでもある宮沢洋一党税務調査会長岸田派。ちなみにこの党税調会長というのは、決めるのは税調会長が決めます。そこで萩生田政調会長は、岸田省からこの宮沢洋一氏はぜひ税調会長にしてほしいと、それ以外は任せますよと言われたそうです。そこでこの鈴木財務省と宮沢税調会長は、財務省の言いなりにできるラインなので動かしにくいと、 さらに公認幹事長候補の一人である小渕裕子元経産省はモテギアで、モテギ氏には納得し難い面があると、これについては後ほど詳しく説明します。 尾ぶ雄子氏は親中派で財務省の言いなりです。そんな人が幹事長になったら終わるでしょうね。なので最終的にモテギ幹事長留任もあり得ると。そこで動かすなら経産省や総務省などが妥当だと指摘すると。まあ経産省はやっていて総務省もありますが、幹事長からしてみると確落ちでしょうね。それを受けるかどうかということになります。そこでこちらニュースポストセブン。こちらもですね、 岸田省の改造人事はどうなるかと、それを詳しく報道しています。入閣候補は世襲女性ばかりと、 岸田省は今回の改造で選挙アピールのために女性や若手を多く起用する方針とされていると。秋に選挙をしたいので、選挙アピールのために女性や若手を多く起用する方針とされていると。そこで官邸官僚の一人は、昨年の内閣改造は前倒しで実施したため、身体検査の時間が不十分で新閣僚に旧統一協会との接点が明らかになるケースがあったと。 そこで今回は総理からリクエストがありそうな女性議員や初入閣候補の若手を含めて、1ヶ月以上前から入念に身体検査をさせていると、そういうことがあるそうです。そこで女性閣僚は過去最多入閣もあり得る岸田側近と見られており、岸田側近がいいですよね。 岸田首相の政治の死でもあるかつての高知会会長、加藤浩一元幹事長の三女あゆこ氏らの名前が挙がっているそうです。ちなみに加藤あゆこ氏はこちらの方です。非常に美人ですよね。 しかし、2006年に宮崎健介氏と結婚していましたが、2009年に離婚しています。そしてその後再婚されています。こちらですね、配偶者宮崎健介。そして現在は一般男性です。そして小渕優子氏。さらに女性枠で再入閣が確実視されているのが、モテイ派の小渕優子自民党組織運動本部長だと、小渕氏といえば経産省時代。 計算大臣はやっていたんですよね。政治資金規正法違反事件で隕石辞任し、 元秘書の有罪が確定しています。それは何かというと、2014年10月、当時経済産業省だった小渕祐子氏の政治団体が開催し、地元支援者が参加した歓迎機会をめぐり、終始に不透明な点があることが報じられたと。そこで元秘書は政治資金規正法違反で起訴され有罪判決を受けたが、小渕氏は権威不十分で不起訴処分となったと。そこで一連の報道で東京地検特捜部が関係先を捜索する直前に、 体系書類を保存したパソコンのハードディスクがドリルで破壊されたことで注目を集めたと。なので今でもドリル優子というあだ名が付けられています。そのドリル優子が入閣するのであと身体検査ではレッドカードのはずだが、あえてモテギアのオブシを起用するのは性的潰しの一環だというと、つまりオブチ優子氏を起用してモテギ氏を潰す一環とすると、 そういうことを考えているのでということになります。しかしですね、入閣をしたら、 ドリル有子、ドリル有子とまだ言われると思います。それほど強烈な事件でした。そこで岸田側近議員の話、本当かどうかはわかりません。総理は6月に亡くなった青木美京先生との約束を果たすつもりだと。ちなみに青木美京氏は、小渕内閣時代の幹事長です。なので青木美京氏は、小渕優子氏をどうしても入閣させたいと、それを岸田首相にお願いしていたようです。 青木さんはモテギアの実力者で小渕さんの後継人でもあったから、昨年の内閣改造前、総理は青木さんと会談した際に小渕さんの入閣を持ちかけたと。そうなんですよね。一緒に会食をしていました。で、その時入閣は次でいいと言われたそうだ。その約束は守ると。そうだったんですね。 次でいいと言われたそうです。政治資金問題は10年前の話でみそぎは済んでいると。いや、それでもドリルの印象は強すぎますよ。しかも、モテギア内の青木経議員は、小渕慶三元首相の娘である小渕さんを派閥の正当な後継者候補と考えていて、モテギ市のことを会長と認めていないと。 これはあるそうです。そこで、小渕さんを重要閣僚で引き立てることで、同派を分裂状態にさせれば、モテ氏の総裁選出馬が難しくなるという効果があると、いや、やめてほしいですよね。しかし、官房長官はあるかもしれませんね。女性を官房長官にすることによって、女性を活かしているというアピールにすると、それはあるかもしれません。そこで、モテギと幹事長を潰すために、あえてスキャンダルで閣僚辞任した小渕氏を大事 に寄与するという権力維持最優先の人事構想などであるとまあそれはあるかもしれませんねそこで勇敢富士に戻りまして これを受けて閣僚人事はどうなるかと。松尾官房長官は確実で手堅い仕事ぶりだが、地味な面もあり交代となれば人事刷新のアピールになると、小渕優子氏と交代になる可能性はあります。そして林芳正氏は、中国当局がアステラス製薬の現地法人幹部を拘束したため、法人奪還のために4月に訪中をしたと。そこで新中派人脈が期待されたが、李教首相や外交トップの大きい共産党政治局員と と笑顔で握手する映像を流されたと。 つまり全く人脈は通用しなかったと。もうですね。外務大臣としての顔がないですよね。外交しているというのは岸田首相自らのイメージが強いですよね。なので玉よけに使って、いいところは持っていく、非常に使いやすい人間なのではないかと。そうなると留任の可能性もあります。つまり岸田首相は自分の外交実績を引き立てるために、林吉正氏を留任させる可能性もあります。もうですね。 外務大臣としての仕事は、ピアノを弾いたり、ギターを弾いたり、そういう音楽担当になるのではと思われます。つまり全く役に立たない、単なる玉よけとして使うのではと思われます。ここにですね、本当に仕事ができる外務大臣を置くと、消し出しの色が消えてしまうと、 例えば、モテ氏を外務大臣に据えると、変にアピールされて困ると、そういう風うになるでしょうね。なので、変えない可能性も十分にあります。そして、河野太郎氏はすっかりマイナンバーカードで責任が問われていると、デジタル大臣というのはすべての省庁に関係しているので、どうしてマイナンバーカードが河野太郎になったのかというと、まず一つは河野太郎氏はこのマイナンバーカードを使ってアピールをして、大失敗をしたと、そして岸田相はマイ ナンバーカードの責任を河野太郎氏に押し付けているとそんな感じが見えますよねそこで こちら、角田隆将氏のツイート、北国新聞。これはですね、石川県の地方紙です。ちなみに、地方では珍しい保守系の新聞です。そこにですね、総理が語るということで、総理経験者が執筆をするので、石川県外でも北国新聞を読んでいる人も多いと言われています。そこで麻生太郎氏は7月9日に、モテイ氏仕事評価高いと、仕事については評価をしています。しかし、人柄ですよね。これが問題です。そして河野太郎 氏については。 格外に出た方がいいと。それがこちら。北国新聞に載った麻生太郎氏の河野太郎表は、格内に残らない方がいい。もっと党務や罰務。つまり派閥の仕事です。党務や罰務で汗をかくことが本人のためになると。まあ、河野太郎氏はずっと閣僚でいるので、自民党の仕事や派閥の仕事をしていないと。そして総理は国会議員から選ばれる。まず議員との人間関係。酒を飲めなくても一緒に食事を。 発言もごまめの激しいではなく十分注意していくべきと。 で、今頃これ、資質なしということですね、と。つまり、河野太郎氏は、議員との人間関係ができていないと、それを指摘されています。さらに、こちら、報道ステーションのホームページ、ANN が世論調査を7月8日9日に行いまして、で、その中で、次の総理大臣について聞いています。で、これをですね、こちら、ヨモヤムさんのツイート、非常にわかりやすくまとめてくださっています。 で、カッコ内は前回、12月17、18、そして、カギカッコ内は前々回、総裁選があった2021年9月18、19日、それと比較をされています。で、次の総理、自民党内で誰が良いかと、1位がなんと小泉慎次郎、 15.9%で前回13%です。2.9ポイント上がっています。全く露出がないのになぜなんでしょうかね。不思議でたまりません。そしてですね、もう終わっている石橋茂氏 14.、14.5%。しかし前回18%でしたので下がっています。そして3位が河野太郎氏 12.、12.7%。しかし前回は23%あって、半分ぐらい下がっています。さらに総裁選の時は48%もありました。 ありまして非常に下がっています。 これはマイナーマーカードが影響したのでしょう。そして4位が岸田首相 10.、10.2%。前回6%から大幅にアップ。しかし総裁選の時は18%あって下がっています。そして5位が菅前首相、9.8%。前回6%でしたので3.8ポイント上昇しています。なぜでしょうかね。そして6位が我ら高市さないし、4.9%で前回7%から下がっています。どうしてでしょうか さらに総裁選の時は1まあちょっと小西文書問題が響いたのでしょうかね。ちょっと心配です。そして野田聖子氏が続いて、今回新たに入ったのが西村康稔氏1.6%。初めて入りました。経済産業大臣をやっているのでアピールできているんでしょうね。という結果が出ていまして、 河野太郎氏は人気が下がっています。そして我らの高市さない経済安保担当省は、日本の安全保障や経済を左右する機密情報の取扱い資格、セキュリティクリアンスという難題に取り組んでいるが、岸田省とは憲法改正や国家間をめぐって相違があると、岸田省の国家間というのはどうなんでしょうか、聞いたことがありませんよね。ちなみに私もこちらの動画でも紹介しましたが、 高橋さない大臣の国家感、そして考え方というのは安倍さんにそっくりなんですよね。 次の人事でどうなるかと、そういうことになりますが、もし無役になったとしても私は応援をしていきます。そしてこの動画でも紹介しましたが、高橋さんのご主人さんと私は共通点があるんですよね。それで高橋さんとお会いした時に会話が盛り上がりました。そういうご主人さんとの共通点もありますので、無役になったとしても私は追っかけて応援をしていきます。そこで政治評論家の有馬晴美氏は、まず松本氏は安倍氏 新道元首相が率いた安倍派だ。安倍氏亡き後、政和会は後継者問題で揺れている。 官房長官では身動きが取れないため、派内にはポストを離れて派閥問題に注力してほしいとの声もあると語ると、松尾氏はどうなんでしょうかね。会長にはちょっと荷が重いような気がします。さらに鈴木氏は、看板欲しそうの批判が強い林氏だが、岸田首相は外交で政権浮揚を図ろうとしている、林氏を外相から外さないだろうと。つまりですね。 林氏は外交で活躍させるのではなく、岸田省が自ら外交して政権浮揚を図ろうとすると。そして河野氏にはマイナーバーの批判が集中しているが、総裁選のライバルだった岸田省には好都合だと。今後も盾にするのであと。そして高市は安倍氏が総裁選で支援をしたと。保守派で、ね、女性でもあり、ポストは留意するのではないかと語ったと。そうですよね。セキュリティクリアンスの法制化は、 高市大臣は安倍さんから残された宿題だと言われていました。なので岸田省から続けてほしいと言われたら、断ることはできないでしょうね。しかしそうなると、来年の総裁選に岸田省が出ると言われたら、岸田政権を支える立場ですので、高市さんは総裁選に出ることはできないでしょう。 それはいたしかゆしですよね。そこで最後、木原誠事氏、大引く週刊誌報道、木原氏自身が身体決断もと、そこで女性の積極投与があるかもと、準閣僚級である官房副長官、木原氏の処遇は隠れた焦点だ。岸田省の腹心だが、週刊文春7月13号が報じた岸田最速近衝撃音声という記事は、あまりにも衝撃的だと、他の週刊誌報道も続いているそうです。しかしテレビや新聞で、 は一切ありません。 で、これは何なのかと言いますと、こちら産経新聞、木原官房副長官の妻めぐる文春の特大スクープと、つまり今回は、木原誠二氏本人ではなく、木原誠二氏の妻です。そしてもう一人愛人もいます。しかし問題なのは、木原誠二氏の妻です。この官房長官の妻が、かつて結婚していた男を殺した容疑で取り調べを受けていたと、つまり殺人容疑がかかっています。なので、超ド級の スクープになります なので、木原氏と結婚する前の話です。木原氏は愛人に対して、もし知っていたら結婚しなかったと、そう愚痴っていたそうです。そしてその愚痴をですね、その愛人が知人に対して、その愚痴を喋っていたと、そうしたらその知人がですね、その音声を取って文春に渡したと、そういう経緯があります。これですね、週刊文春、岸田最側近、木原副長官衝撃音声、俺がいないと妻がすぐ連行される、という 内容ですで妻の前夫が不審死を遂げたのは平成18年ですナイフを頭上から喉元に向かって刺したとみられその傷は肺近くにまで達していた死因は失血死だとでこれはですね未解決事件になっていまして 女性刑事がこの事件に疑念を抱いたと。しかしこの女性刑事は後に移動させられています。そこでキーマンとして浮上したのが事件発生当時、現在の木原誠一氏の妻と親密だった Y 氏、つまりこの木原誠一氏の妻、X 子さん。 X 子さんの愛人 Y 氏。Y 氏が、捜査人は覚醒剤事件で逮捕され、宮崎刑務所に収監中だった Y 氏から、重要な証言を引き出したと。つまりこの愛人 Y 氏は、 シャブ中で捕まっていたと。なのでこの X 子さんも疑われています。で、この X 子さん、キャラセイ地の妻から殺しちゃったと電話があったんだと。家に行ったらタネオさん、つまり殺された X 子さんの夫です。が血まみれで倒れていたと。タネオさんが血まみれで倒れていたと。どうしたんだと聞いたら X 子は、夫婦喧嘩になって夫が刃物を持ち出してきて、 殺せるなら殺してみろと言われた、刃物を握らせたので切ってしまったと告白されたと。で、これをですね、猫組長曰く、もう絶対黒だと。しかし、証拠がなくて逮捕できないと。そういう状況だそうです。猫組長は捜査資料を見て言っていましたので、非常に信憑性があります。この供述で事件は解決に向けて大きく舵を切ったと。X 子さんは数回事情聴取され、木原氏も捜査員と複数回面会している としかし、捜査は突然幕を閉じました。当時の捜査員は次のように本音を吐露する、Y 氏、つまり愛人です。つまり X 子さんの愛人が、 供述はあってもそれを支える物的証拠が少なかったと。そして政権与党の有力議員の妻が殺人事件の容疑者として逮捕されれば国家の一大事だと埋めいたと。そして無論木原氏側弁護士は事実無根を主張していると。そして弁護士はマスコミに対して嘘を書いたら刑事告訴するぞと。そういう脅しをかけているので、テレビや新聞は一切報道していません。しかし問題は、木原政 は官官房副長官つまり首相の最で政府側というと殺人事件を取り扱うのは法務大臣が絡んできます。そしてその法務大臣に対して指示を出せるのは岸田省ですよね。その岸田省の最側近。 官房副長官で木原二氏がいると、つまり行政側の人間ですので、殺人容疑の事件について動かせる立場にいますよと、それが問題なんですよ。事件どうのこうのではなく、今の立場が問題なんですよ。なので今の立場、官房副長官を離れないとおかしいと、そういうことになります。ちなみにこちら、闇の熊さんのツイート。 ななあ、どえらい展開。不審死を遂げた木原議員の嫁の元旦那の父親が、緊急記者会見を7月12日に行うのではと、そういう情報もあります。で、この時期内閣改造って、木原こっそり外そうとしていると。まあ、この時期内閣改造をやるというのは順当なんですが、次の内閣改造で木原氏は外さないといけません。もうダメな展開です。で、夕刊不地に戻りまして、鈴木氏は、これ以上引きずると政権に 悪影響ががが出るるるるるだけに岸田省がどう判断断すすか木原氏自身,が身体を決断する可能性もあとと語るとそうですよね。先ほどの、この木原議員の嫁の元旦那の父親が、記者会見をすることで、マスコミが報道するかもしれません。しかししないかもしれませんので、どうなるかはわかりませんが、9月の内閣改造まで持たない可能性も出てきます。そうなると木原氏は、官房副長官を辞めますよと、 そして、格外に出ると、そうしないといけない立場ということになります。なので、身体を決断する可能性もあります。そして、ありましも、自民党内の懸念は相当高まっている。内閣に置けば任命責任がある。 総務に回す判断があるかもしれないと見ると、それは十分にあります。なので、木原誠二氏が官房副長官を辞める可能性は十分にあります。そしてその他では、若手や女性を積極投与するとの観測もあります。そこで有馬氏は、福田達夫前総務会長や小林隆之前経済安保担当省ら当選3から4期の経営の若手もいるが、すでに一定程度露出している。 小泉慎二郎元環境省も親民のイメージは出にくいと。しかし次の総理大臣はで1位になっていましたので、どうなるかはわかりません。そこで松川瑠衣参院議員ら女性の投用を期待する声もあるが、少数では看板倒れになりかねないと厳しい見方もあると。松川瑠衣氏はですね、 ちょっといろいろな見方がありますよね。しかし選びやすいと思われます。そこで過去内閣改造等人事で政権不揚を果たした首相もいるが、人事失敗が組織崩壊につながったケースもあります。まあ通常内閣改造は、 どんどん政権の体力を奪っていくと言われます。一方選挙であれば政権の体力をつけていくと。どうしてかというと、人事で選ばれる人の方が少ないので、また選ばれなかったと失望が広がって、政権打倒に向かっていってしまうと。なので内閣改造は政権の体力を奪っていくと言われています。そこで鈴木氏は、岸田省の頼みの綱の外交も戦略に乏しい一度広がった国民の不信感は容易に払拭できない。 広島 G7 サミットのご襲撃相場もすぐに絞んだ。人事は難しさの割に不要効果も限定的だろうと語っていると。まあそうだと思います。一瞬でしょうね。1ヶ月持つかどうか。そうなるでしょうね。まあ河野太郎氏は若い人に変えた方がいいと思います。そして我らの高市さない大臣がどうなるか。それに私は大注目をしていきます。そして安倍派の人たちはどうなっていくのかと。そこにも注目をして、さらに キアラセジション話題が世に広がれば、政権が倒れる恐れも出てきますので、これにも期待をしながら、また新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォロー、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 ありがとう。